ブラックアウト、ぶっちゃけ新マップより新実装のバトロワ仕様の方がテンションが上がる。はいどうも、ザンダルクです。というわけで、今回もコールオブデューティーモバイル、早速ね、実況プレイやっていくんですけども、本日紹介するのが、まあ、すでにこう実装されてからね、もうだいぶ経ちますので、知ってる方が大半だと思いますが、まあ、意外とそのマルチメインで上げてる実況者さんだと、あんまりま、紹介はされてなかったということで、こちら。はい、バトロワにあるレンスナ枠のスナイパーライフル。まあ、一応こちらね、EBR とかね、マルチは強化入ったんで、まあ、運営を目にはかけてくれてるんですけど、まあ、それでもやっぱそのアークティック、リーテック、AMR 以外の EBR、XPR のレンスナ枠っていうのが、もうマジで空気で、本当にまあリリース当初からいじめられてるんですよ。ただこちらのバトロワでのレンスナだと、もともとまあある程度強かったらしいんですよ、レンスナって。ただ今回のそのブラックアウトの新環境に伴い、フルオートで打てるらしいんですよね。で、しかもヘッドショット倍率増加とか、もうそういうなんかその金モードの相性が良すぎて、完全別武器になって、めちゃくちゃ面白いとのことなんで、早速ね、ちょっとこちら、新しくなった、めちゃくちゃ強くなった EBR さん使っていこうかなと思います。いや、皆さん想像できますか？あんだけね、マルチでザコザコって言われ続けた武器が、こっちのバトロワだったら、EBR かよってなるんですよ。ありえないですよね。っていうぐらい、めちゃくちゃね、革新的なことだと思うんで、頑張って紹介していきましょう。さあ、私の動画初公開のブラックアウトをやっていきましょうか。いや、懐かしいですね。ここがPV で映ってたダムですよ、皆さん。いや、普通に綺麗だしな。なんかやっぱ映えるよね、明るいマップは。いいね。で、まあ一応今回ちょっと簡潔にまとめると、まあこういう金モッドあるじゃないですか。ね、このアタッチメント付けられるこの金モッド。まあ今までもそうだったんですけど、特殊効果が色々とあって、この金モッドのその能力がちょっと一新されたって感じなんですよね。例えばこれだったら短時間命中率が上がるとか、被弾時のひるみを大幅に軽減とかね。そう、プラス効果があるんですよ。まあ金ヘルとか金アーマーとかエイペックスもありますよね。まあそんな感じのノリなのがいっぱい落ちてて、それの、このスナイパーバージョンですね。この武器の揺れを抑えるみたいな。これの金がめちゃくちゃ強いんですよ。特定の武器だと。で、まだ全部試してないから、ちょっと実況中に手探りながらですけど、いろいろとやっていこうかなと思います。ちなみに、おすすめで降りる場所はニュークタウンって言いたかったんですけど、いやー、ヘリがないな。そう、ニューク結構ヘリ湧いてくれるんですけど、今回ないっすね。で、ニュークは地下も漁れるから、結構スクワットで行っても漁りやすいと思うから、個人的におすすめなんですが、やっぱヘリ大事なんでね、ちょっとハイジャック行きましょうか。いやー、懐かしいな、このマップ。ということで、降ります。ちなみに私はランク全然上げてないから、そのロビーに3人か4人ぐらいかな、プレイヤー。だと思うんでね。まあ、最後の方をちょっと注目してもらえたらなと思いまーす。これ、即脱出でいいかな、どうしよっかな。まあ、ちょっと軽くでもいいから、漁るか。おー、すげえ！アニバーサリー2周年記念ってね、ちょっとわざとらしいリアクションなんですけど。まあ、こういうのがあったりとかしますね。お、XPR ちゃんじゃん。いいね。なのに、この目の前に落ちてるのは HG40 と XPR っていうね、嫌がらせ会っていう。ボットが。いや、そう、ボットがさ、ハイジャック来るときさ、大体自爆するんだよな。自爆っていうか、自滅してるんだよな。で、一応、その、バトラーの何が仕様が変わったかって言ったら、自動回復になったんですよね、体力の方が。で、アーマーの方が、こういった形で、レベル1とかレベル2とかじゃなくて、アーマープレートを入れる、みたいなね。そういう感じの仕様になりました。だから、まあ、ウォーゾーンっすね、まんま。これをちなみに、風船こうやって割ると、あったあったあった。成功を祈ります。欲しかった新 BR マップがここに。ところでもっと、アンデッドシージが欲しいですかって、ゾンビモードですね。欲しいですかって言ってますね。プレイヤーがレディットで作った面白い写真はとても楽しいです。本当に才能があります。コラ画像のことですね。そしてもちろんゲームを最適化するために皆さんの声聞いてます。みたいな。本当に聞いてんのか？あ、いる。あ、透明か。あ、プレイ世界一イケメン。ナメプしてくれて助かった。まあ、ナメプっていうか、撃ったらあれバレるからね。まあ、バレないように裏取りしようとした感じだけど、音バレるからな。音聞こえちゃうからな。私たちチームで最も偉大な開発者の一人が、いつも君たちは素晴らしいと言ってますが、その通りだと思います。本当にそうかなーつって。で、セカンドアニバーサリーケーキってここでもらえますね。で、最終的にはこちら破壊することができて、この中からもこういう形で、はい、武士が出てきますね。はい、インスタエッグっていう。はい。では、こっからなんですけど、もう武器はね、SKS と、EBR だっけ、XPR か、もうゲットしたんで、あとは救援物資漁るだけなんですよね。そう、肝になるのは救援物資。多分この辺で落とすやろ。救援物資の中に金モードが落ちてることが多々あるんで、まあ、積極的に今回は取りに行きましょう。はい、ということで、到着。頼む、一発目から来てくれ。頼むぞ、来い。あー、違うんだよな。ちなみにですね、こちら、つけることによって、プラスね、アーマーが200まで回復します。これ結構かっこよくない？クイーン。まあ、こういうのが新仕様。これちょっとテンション上がったんだよね。うわ、かっけーっつって。はい、ちなみにこの紫色、ピンクみたいなこの救援物資のやつがロードアウトですね。はい、こういう形で、まあ、自分が作ったやつを使える、みたいな。はい、スキルレベルアップも健在ですね。
まあ、通常の S ケースだと、まあ、こういった形でね、単発なんですが、これがね、フローとなるわけですよ、皆さん。さあ、二度目の正直。あー、ないかー。さあ、三度目の正直。ないー。いますね。お疲れ様、アンサタバサ。あんま湧いてる。おいー。4度目の正直来たー、よっしゃい。はい、ということでこちらですね。こちらつけることによって武器の揺れを大きく軽減、射撃ボタンを長押しするとスナイパーライフルとマークスマライフルで継続的に射撃を行うってことで、まあ本当はねこれでアウトロー3点バーストとか欲しかったんですけど、こういう形で見てほら XPR が、あ、クソイムだけど見たらわかるでしょこれ、えぐいえぐいえぐいって。で、もちろんこれでブレがえぐいなとか思っても、てかぶっちぎりそんなブレないんだけど、えぐいなって思っても金ボッドでめちゃくちゃブレなくすみたいな、まあ、金ボッドゲーミングの完成ですから、これは相当強いっすね。で、EBR ももちろんいいんですが、こちらに変えてあげても強いかなっていう S ケースですね。いた。S ケースのフロートじゃ、ほら。ははは、い。いや、これちょっと倍少しいな。いや、けどだいぶ気持ちいいね。これ撃ってて最強に気持ちいいわ。そりゃまあ特定の武器これやったらね、ランキング変わるような、順位変わるような。縦方向か。待てよ。一回トイレの神様しといて、縦方向のブレを抑えるの強そうだけど、倍少しいな。いたな。向こう行ったな。で、これも金元の効果で、エイム離した後に移動速度アップ、みたいな。いた。ほい、ほら、火力強いね。なんか AR とかの火じゃない気がするな。まあ、マークスマライフルフロートで撃ってるからね。じゃあ、スナイパーフロートで撃つか。能力こんな感じでいいかな。いや、こうか。いや、弾数少ないからこうだな。こうやっていろいろとこう入れ替えられるの面白いよね。は？おい、S ケースのこれフロート使ってね。あいつ。やんな。あの冷凍力は、やつも使ってる。やっぱね、人気っすね。誰かしら使ってる気がするわ、その一マッチで。ちょ、ごめん、これスナイパー、あっぶねえ、ボットでよかったわ。ラスト一人どうせプレイヤーやろ、これ。S ケースのやつ。おい、ラストちょっと S ケースフロート勝負しようぜ。まあ、スナイパーも多分強いんだけど、まあ、適材適所っすよね。中距離遠距離になった時って感じっすよね。今は別にっていう。いやけど敵も S ケースだったら俺ヘッドぶち抜かれそうだな、これ。ほえー。赤盾取るか。なんかフラグポンポン投げてきてるよね。まあ、読み外れてるってことで、これで決め打ちフラグも少なくなることを祈ろう。あ、リーテック AMR ある。AMR は無理っしょ。試してみるか。あー、一応フルオートで撃てるけどって感じか。レート的に XPR の方が強いかな。 XPR じゃない、 S ケースの方が強い。あ、まあ XPR の方が強いか。は？いた。くれー、フルオート。あいつ200まで上げてる。いや、これもブッパでしょ。フルブッパ、フルブッパ、フルブッパ、逃がさへんぞ、おらーっつって。これやばい、これヤンキー、ヤンキー、ヤンキー。ほら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 、イエーイ。いや、これ強いよね。多分これね、あのホロサイドだから、正直そこまでちょっと命中精度良くなかったところあるけど、バイスコだったらマジで化けるわ。え、スナイパー使うメリットちょっと減りましたよね。これでご了承した方が強いんじゃないかっていう形でね、あのめちゃくちゃ強いです本当にね。まあ、環境破壊とまで、いやどうなんだ、ちょっとバトルはガチでやってないからわかんないけど、やっぱ TL はね、やっぱこの話で結構上がってたんで、まあバトロワ界隈はこれがまあ結構こう主流というか問題になってるところなんじゃないかなと思います。はい、ということで今回ちょっとまあマルチゼルが意外と知らないかもしれないちょっとブラックアウト情報を、紹介させていただきました。まあぜひね、今イベントとかもいろいろとやってますので、まあ興味のある方はぜひぜひこちら参加してみてください。はい、ということでまあこれからもね、コールオブデューティーモバイルの動画上げていきますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。手紙ってこんなにあるんやね。マジかよ。集めてみるこれ。まあいいや。はい、ということでご視聴ありがとうございました。